ファイバーチャネルのホストバスアダプタスカジー、ホストバスアダプタホストバスアダプタとは、コンピュータと他のネットワーク機器やストレージ機器を接続するハードウェアである。ホストアダプタ、ホストコントローラなどとも呼ぶ。通常ネットワークに接続するための外部ポート、PC との接続部、電子回路を搭載したカード上のデバイスである。スカジー、ファイバーチャネル、シリアル ATA のみならず IDE、 イーサネット、ファイヤーワイヤー、USB などを接続するデバイスも、幅と呼ぶ。ISCC 対応のイーサネット幅は、通常のイーサネット NIC とは異なり、ISCC 固有の TCP オフロードエンジンを搭載している。スカジー・トランザクションに必要な電子回路とファームウェアを、備え BIOS も備えている。BIOS は、単にスカジーデバイスからのブートを可能にするだけでなく、 幅自体の設定も可能にする。典型的なパラレルスカジーでは各デバイスにユニークな ID が振られている。スカジー幅の ID は7と決まっており、それによって幅がスカジーバス上で最優先される。幅はスカジーイニシエータとして働き、他のスカジーデバイスにコマンドを発行する。主な供給業者はアットテクノロージー、アダプテック、HP、LSI がある。 アダプテック、アットテクノロジー、LSI は PCIe 接続のアダプタを供給している。近年、h a a はファイバーチャネルのインターフェースカードを指すことが多い。主要なオープンシステム、コンピュータアーキテクチャ、バスでサポートされている。各、h a a にはユニークなワールドワイドネームが付与されている。WWN はイーサネットの MAC アドレスと似ていて、 IEEE、e、の割り当てたオーガナズシャナリーユニークアイデンティファイアを使っている。ただし、WWN の方が長い。幅には2種類の WWN がある。ノード WWN はアダプタ上の全ポートで共有され、ポート WWN は個々のポートに割り当てられる。主な供給業者は、アットテクノロジー、ブロケード、エミューレックス、LSI、ストレージテック。 q l ロジックなどである。一般にホストチャンネルアダプタと呼ばれる。最近ではマザーボードに組み込まれている。これをディスクコントローラーなどと呼ぶことがあるが、あまり正確な故障ではない。SAS とシリアル ATA の両方を一つのコネクタに接続できる幅が開発されている。主な幅製造業者はアダプテック、アットテクノロジー、HP、LSI、q l SI, 旧ロジック。 ハイポイントテクノロジーズなどがある。エクスターナルシリアル ATA 対応のディスクエンクロージャーやドライブが普及しつつあるが、シリアル ATA とはコネクタの互換性がないため、イーサタデバイスを内部シリアル ATA バスに接続するための変換アダプタが存在する。メインフレームではホストアダプタあるいはホストバスアダプタという用語はあまり使わない。 1960年代に完成した類似の技法として I-O チャンネルあるいはターンにチャンネルがある。CPU とは独立したプロセッサを持ち主記憶装置にもアクセスでき、専用の I-O プログラムを実行する。周辺機器との通信には S コーン、ファイ a ンがプロトコルとして使われる。主な供給業者としてはブロケード、シスコシステムズなどがある。 ありがとうございます。